こんにちは。本日は耳コピした演奏を自分の演奏に取り入れるときにどのような取り組み、練習が必要なのかについてお話ししていきたいと思います。皆様お久しぶりです。というよりも明けましておめでとうございます。動画の投稿がね、だいぶ、空いてしまったんですけれども、というのもですね、昨年末第1子が生まれたということで、育児のサポートというところで、そこに注力してたので、動画が、全く上げられておりませんでした。で、まあ僕もね、ちょっとまあ1ヶ月半くらいね、子供の世話をしたりしてるうちに、まあちょっとこう時間の作り方とかそういうのが、うまくできるようになってきたので、今日からまた動画の投稿を再開していこうかなと思います。ということで早速本題なんですけれども、皆さん耳コピとかはされたことありますでしょうか。今は結構まあ時代がもうすごい、まあいろんなものが便利というか簡単に手に入る時代なので、自分で耳コピしなかったとしても、それこそアドリブ集とかそういったもので、フレーズ自体を手に入れるっていうことは容易にできる時代なのかなと思います。それこそあの YouTube を開けば、音符がこう勝手にね動いてってくれたりとかするような、それこそ僕も動画出してたりしますけども、こんな感じにですね、まあ目で見て耳で聞いてっていう形で、あのよりなんかこう効率的に、その人のソロをこう吸収するなんか道具というんですかね、そういった情報っていうのは溢れてるのかなと思うんですけども、じゃあ実際インプットは楽になったけれども、じゃあアウトプットするところがジャズの難しいところではあります。そういった自分の演奏にアウトプットをする上で大事な取り組みっていうのを僕なりにお話できたらなと思います。それではここからは喋っていてばっかりもあれなので、実際に一つのフレーズを取り上げて、ちょっとどういった取り組みをするべきかっていうところをお話ししていこうかなと思います。それでは皆さん、まずこちらを聞いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。僕の大好きなテナーサックス吹きのラリー・マッケナが、演奏している、ペニーズ・フロム・ヘブン、こちらの曲の、ソロの中で使っているフレーズをちょっと拝借させていただきました。今日はこのフレーズを使って解説していきたいと思います。まずこのフレーズについてざっくりと解説していくんですけれども、 A フラットメジャーに行くための251、 B フラットマイナー7、 E フラット7で A フラットメジャー7っていう形の251の、なんかよくあるようなフレーズですね。で、このフレーズっていうのはなんか要所要所皆さん聞いたことのある要素っていうのももしかしたらあるかもしれませんね。皆さんもしかしたらこのフレーズの方が聞きなじみあるかもしれないですね。なんかこのフレーズってよくなんかジャズのアドリブのテンプレートじゃないですけどもね、あのそれこそ251の練習の中でよく出てきそうなフレーズなのかなと思うんですけども、まさに今のフレーズをラリー・マッケナは自分なりにこう、消化して吹いてるっていうところなんですけれども、まず僕個人的にこう耳コピーをして、まあ、それをね自分の中に吸収する上で大事だなと思ってるのは、耳コピーね、どんなに長いソロをやったとしても自分の中に最終的に残るのって、まあ一個フレーズ覚えてればいいかなっていう感じだと思うんですよね。一個とか二個とか。全部のフレーズを覚えるのってさすがにできないというか、それってただの本当にコピーというか、あのコピー&ペーストになっちゃうので、あの実際ね、こうフレーズとして残ってくるのって本当にわずかな部分かなと思うんですけれども、僕はこのソロの中で、あの特に残ってるのが今の部分だったわけなんですよ。で、一つのソロの中の今のたったまあ4小節っていうんですかね、この251の下りだけしか覚えてないわけなので、できればこの覚えたフレーズっていうのをいろんなバリエーションで吹けるようにするっていうのが大事だと思うんですよ。それではここからこのフレーズを自分のものにするためのステップを、一個一個解説していきます。まず一つ目が、キーのバリエーションを作る。で、二つ目が分解をする。で、三つ目が前後関係を見ながら、練習していくっていう、まあ、3ステップになります。まず1つ目なんですけれども、いろんなキーで練習していくっていうのが、なんていうかな、フレーズを自分の中にこう吸収していく上ですごい大事なのかなって思います。今回のソロを僕がですね、吸収するときっていうのは、大きくまあ前半と後半で分けるわけなんですよね。2、5の部分と、あと、まあ、着地した部分で、こう吹いてる部分のパートと、
ていう形で、まあ、大きく分けてるんですけれども、僕が欲しかったのはここの部分なので、結構ここに絞って僕はよく練習してました。まあこんな感じでいろんなキーで吹けるようにっていう練習をしております。僕の中でですね、フレーズをコピーして一番もったいないパターンっていうのは、例えば、今回だったら A フラットメジャーに行くための251じゃないですか。っていうことは A フラットメジャーでしか、使わないっていう、まあ、これって本当にもう一箇所でしか使えないっていうものなので、なるべく僕はいろんな局面で使えるようにっていうので、まあキーをいろいろコロコロ変えると。でこの時にできれば頭の中で譜面を作るというか、このコードに対して何番目の 音なのかっていうのを頭でじっくり考えて、まあ時間がかかってもいいので頭の中で考えながら胃腸の練習をしたいですね。譜面に変えてっていう風にやっちゃうと、もうそれだけで覚えてしまうので、僕は、なるべくアンプというか頭の中でこう想像しながら吹くっていうのをお勧めしております。でも実際ですね、こういった形でいろんなキーで吹いてても出てくる頻度っていうのはやっぱりその、ね、曲によって全然違ってきたりとか、あとサックスで吹く曲っていうのはやっぱりシャープがねめちゃめちゃ多い曲とかってあんまりないので、自然とこう固まってくるというか、よく吹くパターンとよく全然吹かないものとかっていうのはあったりするんですよね。まあその中で、まあ、使えるものが、まあ少しでも増えていけばいいのかなっていう感じで僕はやっております。なのでまあ全部のキーは練習するけども、全部の、キーで必ずこれを吹けるようにっていう形でこう、は思ってないというか、まあ少しでもフレーズが増えたらラッキーっていう感じで僕はやっております。あとはですね、僕このフレーズの元の形であるであろうこのナインスに到着するっていうパターンでも、全部のキーで練習しております。といった感じですね。このように練習することによって、ただこう譜面を追って吹くっていうよりかは、よりなんかそのフレーズのことを理解できると言いますか、コードに対して何番目の音っていうのを強く感じながら、まあ吹かないと、まあ胃腸ってね、もちろんできませんので、そのフレーズのことをしっかりこう理屈としても覚えることができるので、まあいい練習なのかなと。やっぱりこうね、12キーでやるのは骨が折れる練習ですけどね、僕は強くおすすめしております。そして次のステップなんですけれども、フレーズを分解する。これもめちゃめちゃ大事な要素で、どうしても耳コピした時って、元々のね、ソロっていうのが、まあ、完成されてるものが多いので、どうしてもこう、長い尺でコピーしちゃうことって多いと思うんですよ。でも長い尺っていうことは、例えばじゃあ4小節のフレーズでコピーしましたってなったら、4小節で全く同じコード進行の時にしか使えないネタっていうことですよね。で、しかもそれは前後関係とかも大してね、見てるわけでもないから、すごい不自然に聞こえることもあるわけですよ。なので僕はフレーズをこうコピーした時になるべく小さい単位でも使えるように、あとはまあ元々の尺でも使えるようにっていう形でこう柔軟に対応できる能力っていうのが必要なのかなって思うんですよ。先ほどまで練習していたこの、じゃあ例えば 2-5 の部分だけを取ってもまでで一回止めちゃうと、でそこからあとは別のフレーズをつなげてあげると言いますか、別のルートを作ってあげるという感じですね。例えばこれなんかもよくなんかメジャーに使われそうな、フレーズですね。ちょっとここも変えて、ちょっと装飾音符を入れたりすると、このように一つのフレーズでもキーを変えたりとか、今みたいに分割することによってさまざまなバリエーションが出てきましたよね。次は逆にここの部分のフレーズを生かして作るとしたら、
まあこういうね、道筋もありなわけですよね。このように一応して練習するだけじゃなくて、自分なりにこう分解して再構築というか、自分なりのフレーズを、合体させることによって、本当の意味で、そのフレーズをコピーした、自分のものに昇華できたっていうことになるんじゃないかなと思います。ではその次に、前後関係も見ながら練習するっていう工程に入っていきます。そうしましたら、じゃあこの分解したりとか、一応したりとかして、用意したフレーズっていうのを曲の中に当てはめていきながら、前後関係もちょっと見ていきながら練習していこうかなと思います。今回はペニーズフロムヘブンの中で耳コピーをしたんですけれども、別の曲の中でちょっと、練習してみたいと思います。曲は A フラットメジャーで有名なドナリーを使ってやっていこうかなと思います。このドナリーだと、今回練習したフレーズが使える箇所っていうのがまあいくつかあるんですけど、まずじゃあ2段目の、A フラットメジャーに向かうための251だったりとか、もう一回繰り返す、タリラリーダドゥーバドゥーダダって戻ってくるところの、251でも使えたりとか、一番最後のところとかはね、ちょっとショートな25になっちゃうので、まあ、丸々使えるってわけではないんですけれども、まあ、大きく2つぐらいかなっていう感じです。そうしましたら、まずじゃあ A フラットメジャーに向かう251の中で、2段目と4段目から5段目に向かう部分、この局面で必ずなんか、今日練習したことを吹くっていうルールのもとやっていこうかなと思います。まあそれ以外は、ちょっと軽くこう吹くみたいな感じでちょっとやってみます。まあこんな感じでしょうか。で、今は A フラットメジャーに向かう25の中だけしか使ってこなかったんですけれども、これを他の25の局面でも応用していくと。そしたら次はですね、他のまあ25の、中でも使えそうなところを探していくっていう感じになります。他で使えるところなんですけれども、まあ、例えばですね、1段目の A フラットメジャーからスタートして F7 行って、その次は B フラット7に行くわけなんですけれども、まあ、ここの F7 から B フラット7のところも一応まあ25がまあ重ね掛けしている途中なんですけども、一応ここでもまあ使えるっちゃ使えると。で、あとは、3段目のところですかね、A フラットメジャー7のところと、あと F7 でまた B フラット7の部分とか、まあ、こういったところで使える。ただ、着地するところが B フラットメジャーではなくて B フラット7なので、ちょっとここは、その後のフレーズの吹き方には注意が必要なんですけれども、今使ったフレーズっていうのをこう応用することができるわけなんですね。ちょっとそこも踏まえて、頭から吹いていきたいと思います。はい、といった感じでいかがだったでしょうか。今回は使うフレーズっていうのをね、限定してやってたので、ちょっと何回も同じことをね、繰り返してるようなフレーズになっちゃいましたが、このようにいろんなバリエーションを携えて、フレーズを練習したくる。あくまでもこれ本番ではなく練習用としてね、やってるわけなんですけれども、このように、使えるところを増やしていく。キーを増やしたりとか、バリエーションを増やしたり、分解したりしながら、吹いていくことによって、少しずつコピーしたものが、ちゃんと自分のものとなって、アウトプットできるのかなと思います。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。